皆さんこんにちは、怪我人チャンネルです。今回なんですけど、ちょっと寝起きなんですけど、私が所属しているリーユナイテッドっていう神奈川県3部リーグのチームのハイライト映像を作りました。で、今回の試合がですね、リーグ首位の相手で、ここに勝たないとちょっとね、来季の2部昇格戦に参加できないような大事な大一番だったんで、ちょっとハイライト作りましたんで、それをご覧ください。はい、キックオフでございます。で、僕たちのチームは青いチーム、リーユナイテッドっていうチームで、赤丸の右サイドハーフ99番が私でございます。でですね、この日のピンクの相手がですね、一応リーグで今首位に属しているチームで、ここに勝たないと僕たちちょっと次の2部昇格トーナメントに上がれなさそうなんで、結構大一番ですね。はい。で、最近ようやく右サイドハーフやらせてもらえるようになって、徐々にね、昔のプレーが戻ってきました。で、ここもね、結構激しい守備で相手に自由にさせないっていうのを意識してやってます。で、相手チームめちゃめちゃ強くて、もうなんだろうな、多分大学サッカーとかでやってたような人がゴロゴロいるんで、正直やりづらかったです。多分僕のマークしてた、僕とマッチアップしてた選手も左利きで、すごく持ち方も良くて、結構苦戦しましたね。はい。ですね、こんな感じでみんな頑張っております。裏狙ってダメならまた動き直す。いや、でも右サイドハーフやっぱ楽しいね。これもキックからのいいボールを、まあ、競れなかったんだけど、この後のターンとかも結構うまくいって、で、まあ、調子は徐々に戻ってきてますね。ターンして裏で、この後しっかりサポートに入る。やっぱり出したらサポート、この繰り返しなんだよね、サッカーは。いや、でも相手が強すぎて、ちょっとこの日は本当に勝てるかどうか不安でしたね。思いっきりクリアして、守備でもいろいろ貢献させてもらっております。で、その後もしっかりこの前線までサポート入る。これボールもらえてたら結構チャンスじゃない。まあ、来なかったけど、まあ、来なくてもサポート入り続けるのが大事で、失った選手もうちのチームはこうやって奪い返しにがむしゃらに頑張ってくれるのがめちゃめちゃいいチームだと思います。はい。で、ロングスローも結構ね、軽く投げてもここまで飛ぶようになってます。むしろ飛びすぎてる。で、これはしっかりとボールから目切って、首振ってフリー確認して、しっかり時間作る、でもロングスロー飛びすぎも良くないなってこの試合思いました。やっぱりこう、味方が僕の飛ぶ距離をしっかり把握してない分、うまく連携取れてないんで、そこはちょっと今後味方とね、意思疎通図ってやっていきます。これ得点シーンです。はい。これ左サイドのスピードある味方が裏に抜けて、クロス一人競って、俺がシュート空振りして、味方がズドン。いや、ナイスゴールですね。リプレイ行ってみましょう。クロス上に上がって空振り、ここで俺決めたかったけどな。まあしょうがない、味方が決めてくれたから、よしとしましょう。ナイスゴールです。いやー、でもね、社会人にもなって、こうやってね、みんなで全力で目標に向かって頑張るってすごく素晴らしいことだなって思いますし、まあね、最近こう、このチームで今季やって、来シーズンは別のチーム行こうみたいに思ってたけど、やればやるほどこのチームへのね、こう愛着というか、みんなの仲の良さっていうのが出てきて、こう来年もここでやろうかなっていう心がちょっと揺らぎ始めております。だからこの YouTube の企画、そもそも企画倒れみたいになっちゃう可能性あるんですけど、プロサッカー選手になるんじゃなくて、このチームで上を目指すっていう企画にもしかしたら変えるかちょっと迷ってます。でも3部で優勝して、まああと2部昇格戦を勝ち上がれば、次県2部に行けるんで、そこは楽しみですね、正直。で、この試合がラスト2節だから、これ終わって次の1節が終われば、僕たちが2部昇格トーナメントに上がれるかどうかっていうのが分かってきます。でも、キックがね、キーパーのキックがね、ナイスボールなんですよ、いつも。だから右サイドの僕は結構張ってればいいボール来るんで、そこはね、常にキックからのボールを受けれるように準備っていうのはしてますね。はい。いやー、でも楽しいね。このキックがいいボール蹴ってくれます。で、この後セカンド僕が拾った後もね、ただドリブルするんじゃなくて、こう蹴れる位置に、何でもできる位置に置けば相手止まるんでね。それでこう、余裕がない場面でも自分で余裕を作り出すっていう意識は持ってやってます。で、これもさ、結構きついんだけど、俺がスローワーとさ、フィールドプレイヤー2枚見てる自信が多いんだよね。これも、1人1枚出てきてほしいよね。さすがに、俺でもきついっすね。結構走り回ってるんで、これとか逆サイド見れてたらよかったなっていう、ちょっと反省シーンだね。ただまあ、こういう動画見れるってことは、後で反省してまた次に活かせるんで、次頑張りたいです。チャンスシーンね。
しっかりみんながプレスいけてて逆サイドの選手がここ狙えてるって結構素晴らしいね、うん、ただちょっとこれ惜しかった、うん、ボールでかすぎたけど、でもこの後やっぱりチームで文句言わずに下向かずに、うん、やれたっていうのはこの試合のいいところだなって思います。で、一人セッターとのしっかりカバーも狙いつつ、この後もしっかりね、自由に蹴らせないっていう意識で頑張ってプレスは行ってます。取り切れなくてもいいんで自由に蹴らせない、ここをできると結構後ろの選手からしてもありがたいんじゃないかな、自分で言うのもあれだけど。で、この左サイドの赤丸からカウンターになってもしっかりとこう顔を出していくスタイル、結構長い距離頑張って走ってるけど、うん、なかなかねボール出てこない時もある。もうそれがサッカー、出てこないからってサポートやめるのは二流、うん、サポート入ってたらいつか出てくるから。で、これもしっかり出した相手にしっかりついていく、コース変えたらしっかり仲間とポジション変える。相手もこのフリックとかうまいよね、なんか大学でやってたんだろうなとか、いいとこでやってたんだろうなみたいなのが伝わってくる。ここもね、ヒガニン君必死に声出してやってます。はい、やっぱそんだけ勝ちたい気持ちが出ちゃってるね。ナイス。いやー、ここでも2枚見んのきつくないか俺。うん、誰か出てきてほしいし、押し出してほしい気持ちは正直あります。まあでもこの動画とかね、反省して、またいつも反省会とかやってるんで、まあ改善していけばどんどんいいプレイ、いいチームになると思います。ここで前半終了ですね。 1-0 リードで後半開始です。で、この時点からもうペガニン君正直ね、ふくらはぎに違和感を覚えてます。こう肉離れじゃないけどちょっと釣り気味、ふくらはぎ釣りやすいんだよね。そうだから、そこはちょっとねどうにかしないといけない、うん、ほぐすのか栄養面なのか水分調整なのかミネラルなのか、ちょっとそこは試行錯誤してやっていきます。ここもね、味方がいいプレスかけてくれるんですよ。3枚いけたら強いね。これ逆サイド変えてもよかったんだけど、なんか変えたところで次俺サポートいけねえから、僕はちょっと時間作る意識でやりましたね。これまずい、これまずい、まあしょうがない、うん、これはノーコメントで。はい、で、ここで怪我人が後半で交代します。はい、まあでもね、自分なりには結構守備攻撃ともにしっかり走ってチームに貢献できたと思います。で、これ得点シーンね、2点目、しっかりまず2列目の選手がここまで上がってこれてるっていうのがまずいい点と、その後これコパス入ってスルーが入ってワンツーなんだよね。うん、これでやっぱり相手の視野が折れるんで、そこでもう完全ドフリーで決めることができたと思います。素晴らしい、味方やっぱ上手いね。これリプレイのシーンが思ったんだけど、このなんかマッチコミッショナーみたいな人がいて見えませんでした、ごめんなさい。はい、いやーでもね、2点取れたっていうのは結構実力ついてきたのかなって思います。素晴らしいね、みんなで喜んで最高のチームです。はい、で、このまま次、これラストかな。うん、しっかりと味方とクリアしてもらって、ユナイスクリア、試合終了ということで、こんな感じでございます。はい、見てもらいました。でですね、僕右サイドハーフ99番で頑張ってるんですけれども、ちょっと僕の動画の企画がね、会社員がプロサッカー選手を目指すっていう企画でやってたんですけど、ちょっとねこのチームでやってるうちにね、なんかこうこのチームねの愛着というか、すげえいい人しかいないし、すげえみんな頑張るし、すげえ楽しいし、ちょっとねこの社会人サッカーの魅力っていうのに取りつかれ始めてます。最初はねコンディションを上げるために所属させてもらうっていう体みたいな感じだったんだけど、やっていくうちにねちょっと面白くなってきちゃってます。なんでまあちょっと来季どうなるかわかんないですけど、今季はこのチームでリーグ優勝して2部昇格できるように最後までやりきりたいと思います。僕の動画がいいなって思ったらチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。ちょっと寝起きでごめんなさい。それじゃあ次の動画でお会いしましょう。